どうも皆さん、おはようございます。魔法除去ギアタウン破壊しているリアクターリュウです。さあ今日はですね、世界の終わりデッキを作ってきたんでご紹介していきたいと思います。マジで世界の終わりデッキです。ですね、まあ、昔これ何だったっけな、ここの枠が儀式モンスターの枠がなんかネクロス、ディサイシブのネクロスかなんかで、そのじいちゃんのカードっていうね、このスキル使ってそのクインテッドディサイシブデッキみたいなやったと思うんですけども、なんとですね、新しくね、新パックでね、追加された史上最強の儀式モンスター、終焉のデミスっていうモンスターがまあ実装になりましたんで、このデミスさんを使いまして、全ブッパをなんと2回するっていう世界の終わりデッキを組んできました。何やってっかっていうとですね、じいちゃんのカードってこれ何が入るかっていうと、エクゾティアのパーツが入るわけですわ、デッキの中に。でこれ魔法使い族なんですね、これね。で魔法使い族の、このカードたちを墓地で叩き落としてクインテッドを出したいんですよ。クインテッド、これその融合召喚に成功すると全部パーできるよっていう効果持ってるんで、5種類使うとね。だからマジカルアイスフュージョンで墓地の魔法使いを5体除外したいんですけども、だからすぐ5体やっぱりその除外したい、墓地に落としたい、5体、5種類の魔法使いをってなったら、やっぱり高等儀式が一番強くて、で高等儀式でそのパーツとなんかこの辺のレベル合わせ、どうでもいい魔法使いモンスターの通常モンスターが入ってんだけど、まあ、この辺のモンスターを落としていくと。でですね、デビスって効果で全部パーできるんですよね、2000ライフ払うと。で絶対相手はここに妨害打ってくるんですよ、基本的に。妨害あればね、相手のそのフィールドに妨害があれば、まずデミス着地に妨害を1個打たないといけないんで、その後のクインテッドに妨害打てないっていうこと結構あるんですよ。だから今日はですね、そのデミスをおとりにして使いましてですね、デミス特攻隊で一回罠踏んでもらって、その後後ろから出てくるクインテッドマジシャンでまた世界を終わらせるっていう、そういうデッキになってます。かなり豪快です。デミスでこんなにデッキ作れるの俺くらいじゃない？デュエルスタンバイ。このデッキ脳筋すぎてマジ笑うんだけど、じいちゃんのカードとかいう最強スキルを発動してくる。あっつい、ついよ、あっつかった、完全に勝った。どこ勝つのシもいいよ。これはブラックバルクローズが2枚ないと勝てないですね。相手はブラックバルクローズが2枚あったところで、一応効果で赤井さんないと4500出るんで、多分さすがに負けねえ。オッケー、ゼブロスいいよ。さあ BBC を何回打てるんですかっていう話ですよ。さあ黒い旋風の効果によって、さあシムーンでおろしをサーチしていく。さあしっかりとソリティアはしていただきたい。さあレベル1のおろしを特殊召喚していく。さあ6と1で新キロ召喚、いいですね、いいんじゃない。なんだっけ、ブラックフェザーって言うんだっけ、かっこいいねそのデッキ。いいじゃん、焼き鳥にして食ってやるよ。覚悟はいいか会話、てめえこっちがてことガンギなってんだよこっちこっちやなお前、てけどガンギやってんだよ。てくだガンギマリのリュニマルなんだよこれ。アサルトブラックフェザー、てくだガンギマリのリュニマルだからよ俺。でドローしていく。さあこれで、高等儀式術を発動していく。さあ高等儀式の効果によって、まずはてくだから最強の、王様を出していく。さあまずはこのなんかようわからねえパーツども、ようわからねえパーツどもを墓地に送っていく。そして、アクアマドルとかいうのこれもようわからんのモンスターを出していく。さあ行け、 BBC はあるんだろうな。終焉の王デミスを特殊召喚、そしてデミスのモンスター効果を発動、ライフポイントを半分支払い。ないんすか、ないんすか、マジっすか。それクリボールケアもしちゃいますけど私、そんなの BBC ないんすか。甘えでは、それはそれは甘え、さすがに、さすがに舐めてる。じいちゃんのカードさすがに舐めてる。エクゾディア最強やからよ、エクゾディア最強だからよ。さあパーツをほぼ全て除外して現れよ、クインテッドマジシャン対戦。ありがとうございました。このデッキ、このデッキ強すぎません、このデッキ強すぎませんか。何ですかこのデッキは、やばすぎますねこれ。環境トップデッキ作ってもうだわ。さあお相手の方、社長ですかね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。社長は何デッキなんでしょうか。バランスいいですね、バランス。分かりませんね、何でしょうか。ブラックマンちゃんですか。
あ、ハンド強いですけど、まあちょっとまあどっちか引きたいですね。消火器ソニックバードに使っちゃうので消火器ソニックバードに使っちゃうって、もうソニックバードっていうね。そしてこのご時世ソニックバードって意味わかんないですけどね。さあドローしていく。あ、強いな。あ、それは強いわ。それはシンプルに強い。これソニックバード召喚からのデモンズチームやめてね。これマジデモンズチームやめて。これのデモンズチームほんと意味わかんないから。あ、オッケーオッケーオッケー。危ねー。で、これで、二伏せはちょっと一回踏みに行こう。高等儀式技術の効果を発動。墓地、あ、デッキより魔法使い族モンスターをなんかいっぱい送るよ。さあ、有無を言わさずパーツをほぼ全て墓地に叩き落としていく。よし、現れろ。いけ終焉の王デミス儀式召喚。そしてデミスのモンスター同級いいだろ。オッケー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 。はい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 、いいよいいよ。いや、豪気ね。オッケーで、ツイストコブラね、スープレス。オッケーオッケーオッケー。全然オッケー。まだ俺のメインフェーズは終了していないぜ。マジカライズフュージョンの効果を発動。1枚2枚3枚4枚5枚の魔法使い族モンスターの魂をこのゲームから除外。現れろ、クインテッドマジシャン。クインテッドマジシャンのモンスター効果発動。世界の終わりの効果、世界を終わらせることができる。いいだろう、清掃いいだろう、いいだろう。大成ありがとうございました。強すぎるんごねこのデッキ、強すぎるんごね。さあ、お相手の方はもう一人の僕、対戦よろしくお願いします。ゲール3倍。強すぎか。これ高校欲しかったな。高校が欲しい人生だったけど、これでマジでこれ魂のターンエンド。死ななければ勝てる、死ななければ勝てる。頼む、モンスターをセット。よーしよ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 し。あ、引いちゃった。引いちゃった。まあ、いいか。高等儀式術の効果発動していく。高等儀式ぶち込んでいく。応戦する G。相手がモンスター特殊化する効果を魔法カードを発動したら特殊ができるって、これマクロコスモスすんだよ、確かね。マクロコスモスすんだよな。おっ、マクロコスモス。マクロコスモス、ちょっとやばいな。1、2枚、3枚、1、2、3、4、5、6、7、8、3枚、4枚、5枚、あ、でもこれ全部除外されんのか。全部除外されんのか。まあでもいいか、吹き飛ばすはいいや。吹き飛ばして、吹き飛ばして、吹き飛ばしからの、リューマドの勝ちだ。OK。デミス、終焉のデミスの効果発動。はい、全部吹き飛ばしていくよ、クロックジョイント OK。で、リューマドの守護者を召喚して、リューマドの守護者の効果発動。ちょっと、まあ、あクインテッド出せなかったですけど、まあ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 、こういうこともある。さあ、こういうこともある。バトルフェンス行く。ぶん殴って、ぶち殴っていく、もう一人の僕を。さあ、あ、なんかある。やばい。なんかあんの、なんだなんだ、なんかあんの、なんかあんの。これなんかおかしいこと起きたよね。墓地のさ、このクロックジョーって何。あ、別にどうでもいいか。ちょっと別にどうでもいいな、別にどうでもいい。でこれをぶん殴っていく。でクリーボール投げられていく。なるほど。でターンを終了していく。さあ、ターンを終了していくが、さあこれは一体何が起きるんだ。さあ、クリーボールで耐えられてしまった。エンちゃん、なるほど。エンちゃんを特殊召喚していく。あれ、やばいこと起きたー、やばいこと起きたやばいこと起きたー。ちょ、もういいよ、もうもうええねん、お前ほんとに。もうこんなおもんないこいつ、もういいよ、もうほんと腹立つわ。ちょ、もういいって、ほんとにこいつマジで。なんでこんなカード実装したの。